はい今回は、えー、1人が好きな人の特徴となぜですね、えー、まあ、そのようなことなのかと、まあ、そういったことについて考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまああの考え方っていうのは、ね、人それぞれなんでまあ、その何がいいとかまあ、何が悪いとかそんなことはないんですよ。でまあ、まあ 僕はねあの一人がまああの、まあ、好きっていうか一人が楽なんで、まあ、そんなあの日々を、まあ、過ごしてるんですよでこれっていうのはあの例えばその独身であるとかあの既婚であるとかそういった話ではなく まああの何て言うんでしょうかね、全世代に、ま全、あ、世代っていうかね、若者、えー、まあ年配の方もまあ、共通する、まあ、ものがありますので、まあ、どういったことなのかっていうのを考えながらあまあ行きたいと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。まずですね、えー、まあ、皆さんはどうかなと思うんですよ。でまあ 一、うん、人が好きってこともありますしまあ,あその、まあ、詳細、えー、もあるんですがまあ何ていうのかなまずこういったことから、えー、ちょっと大きく考えていこうと思うんですが。1人が好き な人のですねまあ、共通点、1人が好きな共通点という、まあ、アンケートがあったんですよで。そのアンケートがどういうふうに書かれていたのかというと、人と関わることに苦手意識がある、えー、そういったことなんですね。僕もあの1人が好きですから、まあ、なんとなくわかる気もするんですよ。まあ 苦手意識がああるといえばあありまますしで、まあ、この後にお話ししていきますが、まあ、そうでもないっていうそういった要素もあるんですよただこのアンケート、えー、け結果アンケート調査では人と関わることに苦手意識がある、えー、っていうことなんですが実はですね SNS ではちょっと違ったああのー、まあ、回答っていうのが出ておりましてそちらの回答にですね何、えー、ていうのかな結構注目が集まってそちらがまあ,あのまあ関心があるような内容ですのでこ,ここからですね具体的にそういった ことを考えていきます、まあ 具体的に1人が好きな人の特徴っていうものがですねまあ、どういったものかっていうのが SNS にアップされておりましてまあ、これはまあ関心があるなっていうことなんで、えー、まあそのことをねあのいくつかありますので、えー、ご紹介いたしますまずですね、えー、まあその特徴ということなんであので気遣い、えー、する精神があるっていうことなんですよその1人が好きな人の特徴としては相手に対して気遣いする精神があると。で逆にに相手にあの気遣 使われるのがまあ苦手であるっていうことなんでまあ,あ,あそうかっていう感じじゃないですか。で、えー、続いていきますが自分が興味がないことには超無関心。えー、しかしですね、えー、興味があるふりをしているとまあ、なんかなんとなく僕分かるような気もするんですけどで、えー、まあに参加のものには基本的に参加しないっていうことでまあ、これもなんかなんとなくわかるんですね。で、えー、次なんですが。 大人数で長時間いると息が詰まる。マンツーマンだと割,割と得意っていうことなんですよ。だからこの SNS の投稿っていうのは何かっていうと、別にあのね、えー、このアンケートと違って、人と関わることが苦手なのかっていう、そういうことであります。逆にあの気遣いしたりね、えー、まあういう感じじゃないですか。で、まああの、この1人が好きな人の特徴っていうことは、 相手に気を使う,っていうことこなんですよで逆に相手にあの気を使うから、まあ、疲れるっていうことなんじゃないかと思うんですよ。僕もなんかそれ分かるちょっと気がするんですよね。うん、であの、まあ、その,なんていうのかな相関関係っていうか因果関係もあの言ったっていうか人がいて、まあ、そうかなとあの、まあ、納得するところがあるんですけれどもで、えー、その相手に他者に気を使うからあのこのね任意参加のものには基本的に参加しないっていうところにも話が、まあ、つながっていくかなっていうことで。 なんかちょっとわかるかなと思うんですがなんかこの最後に書かれているこれが僕はちょっとわからないんですがまあ大人数で長時間いると息が詰まるだから大人数は、えー、ちょっと三角っていうことででマンツーマン1対1とかだとまあ,あ得,意 <laughs> 得意っていうのもねまあまあすごいなと思うんですけど例えば僕だったらあのー、1人対複数人がまあ苦手なんですけど1対1がまあ得意っていうね うんまあ、単純にこれ、皆さんも思われるかと思うんですが、まあ、誰といるかっていう、そういった問題だと思うんですけどね、でそ,それでいくとあの話が合うんですよ、誰とあの、ねえー、いるかっていうことになると、マンツーマンっていうことは、1人じゃないですか、相手は1人で、例えば僕も1人じゃないですか、で逆にこの大人数になるとですね、えー、そのやっぱり、まあ、人間それぞれいろいろありますから、例えば考え方が合わない人が、えーまあ、いたりとか、そういったかかことがあるから、それをまあ示唆してるのかななんて。 えー、思ったたりしたんですよ、ね、でまあやっぱりあのー、まあ一人が好きな人の特徴って言いますが、まあ、他人と一緒にいると気を使いますからそれに関して、えーまあ、ちょっとかなって思うっていうそういった話だと思うんですよ、まあ、納得っていうことなんですよね。でこかからがちょっっと、あのーまあ、面白いっていてうか っていうことを、あのーまあ、考えていくんですね一人が好きな人の特徴っていうかもうちょっと、あのー、抽象化していくと一人の時間が好きだっていうような話なんですよ。で、えー、ちょっとですね、えー、ちょっと難しい数学的なことを言うんで、えー、ちょっと頑張りますっていうことでね。一、えー、人が好きイコール一人の時間が好きイコール、えー、孤独が好きそういったことかもしれないんですよ。でえー これっていうのがまあ難しいんですよでこの「一人の時間が好き」と「一人が好き」ってこれ何が違うのかなってまあほぼ同じような感じかなと思うんですがここをですねちょっと考えていくと思ういきたいと思うんですよ。 一人の時間が好きっていうことは裏を返すとですね、えー、誰かといる時間があるってことですね二人の時間あるいは、えー、複数人との時間があるっていうことなんですよだから一人が好きって言ってもずっと一人でいるわけじゃないんですよこの説でいくとね まあ,あ僕はそのずっと一人でいるんですけどああののなんかあのご結婚してる人とかもそうかもしれないしで例えばそのまあ,あ友達っていうんですかそういったあー、まあ、お付き合いとかああとまあそのいろんなお付き合い対人関係があるかもしれないですけどあの一人の時間が好きっていうことは、うん、2人の時間あるいは複数人との時間があるということでずっとこれ一人ではないんですよまあ僕もまあずっと一人ではないって一人ではないですけど職場とかありますしねああとまああの 話す人もいるんですけれどもであのさっき言いましたけどやっぱりあのここにねまあ、僕もそうですし皆さんもそうだと思うんですがまあ、人間のまあ、あの本音が出ると思うんですけどあの1人対1人だからであれば得意っていう話だったんで、えー、これ何かっていうとあのな人対 1>, 1対1の相手次第だったら楽しめるっていう話だと思うんですよ。1対複数人になると、なかなかね、いろんな人がいて考えが合わないとか、まして分かりませんけど、1対10人とか20人とかでみんなで考えが合えばいいですけど、なかなかそれっていうのも難しい、多分側面があると思うんですよ。うん、だ,かだからかなぁと思うんですよね。うん、で、えー、今度また難しいんですが、難しいというかまあ、考えるんですが、あの例えばね、えー、じゃあ仲良しの人がいるとするじゃないですか、ものすごく仲良しな人がいる。でも、じゃあその仲良しだからって、ずっと ずっと一緒にいだから単純にどんなに仲良しでいても疲れるっていうことなんですよ。で、ここから話をですね、えー、拡張していって、拡張っていうか、えー、考えていってですね、えー、やっぱりどんなに仲良しの人と一緒にいても疲れるわけですよ。えー、だそれと、まあ、イコールっていうのかなあー、どんなに仲良しの人と一緒にい,いることとイコールと、一人の時間が必要っていうことなんですよ。ねねこれをもうちょっとと抽象化していくとです、ね えー、誰かと楽しむために一人のあの時間を、えー、まあ、確保するということ。だか誰かと楽しむために、誰かと楽しむため、誰かと楽しむことがですね、えー、このエネルギーを、えー、使うとするじゃないですか。でこの一人のあの時間にエネルギーを確保するっていうことなんですよ。なんとなくわかるような、なんとなくわからないようなあの感じがするかなって、皆さんもそう思われると思うんですよ。あのー、ね 例えば誰かと楽しい時間を過ごすって言ってもねあの他人他者が一緒にいるわけなんで。 あの気使うじゃないですか。で全く気,気使わないっていうのも謎でしかない,ないんで,で、やっぱりね、そうなると、まあ、疲れるところもあると思うんですよ。それは例えば分かりませんけどあの、ご夫婦関係だってもね、結婚相手だっても、だ,だと思うんですよ。で、えー、その楽しみと疲れるを、あのそうするために、一人の時間でこうエネルギーを確保しておくって、そういった話だと思うんですよ。で、えー、今回のですね、えー、このコンテンツで、まあ、リサーチしていて、まあ、僕が最、まあまあ、も,もだなと思ったこと、 皆さんも最もだなと思っていただくようなお話をしてみようと思うんですが、これはあの、ね、例えばお付き合いされていて、彼氏、彼女、交際相手であっ,てあったり、あるいはです、ね、ご,ご結婚されていて、えーね、夫婦であったり、あるいはです、ねまあ、僕もそうですがお、お一人、一人の方であったり、これ、全員にあの当てはまる話だと思うんですよ、でこういった、まああのまあ、自問自答の話だと思うんで、そちらをお伝えいたしますね。 人生は大切な人と時間大切な人と過ごす時間も、えー、大事だが一人の時間をいかに自分でコントロールできるかが大切、えー、だと思います一生を共に過ごすのは家族でも恋人でも友達でもなく自分自身なのだからと、えー、このような、えー、ことがりま SNS 上に投稿がありました、まあ、的を得てる、えー、話だなと。あと、この言葉っていうのは非常にあの、まあ、一般人の方が考えたと思うんですが、非常に深いなっていう話なんですよ。で、えー、まあ、これっていうのも聞いたことあるかもしれないですし、別に僕はこの話をあの作,作るわけではないんですが。 あの作ったわけじゃないんですが、自分の人生、えー、っていうのは主人公がいるんですね。それは自分なんですよ。自分の人生の主人公は自分なんですよ。間違っても他人ではありませんので、その自分の人生の主人公は自分なんで、えー、自分とどう向き合うかっていうあの自問自答これがですね、えー、人生において大きなこれ鍵なんですよね。うん。だからそういった意味で、えー、一人でいるっていうこと、自問自答っていうことは大事なんじゃないかと、で何かしらをこれ考えるきっかけになる話なんじゃないかとあのー、ね。えー 思っててお伝えししみました、まあ、少し前にお伝えしましたけどなんかこういうね真面目な話を例えば皆さんは聞いていただくんで、えー、感謝の限りですがなんかぼっちとかってあの一人ぼっちとか短縮してぼっちとかって言うんですけどこういう自問自答とか何かの時にこういったことを考えるっていうことが、えー、やはりですねよりよく、えー、まあ生きていくあるいはよりよく過ごすために、えー、まあ必要なもので、えー、あると思いますので今回のお話が何かしら役に立っていただけることがあればと思います。 ということで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。